いいね、絶好調ということで、今日も最高、おしゃべりワの翔平です、愛してるよということで、今回も大の大冒険、インフィニティストラッシュ、ドラゴンクエストか、8かな、シリーズ8をやっていきたいと思います。そう、何だっけ、そう、前回はめっちゃ修行して、なんかいろいろこういう魔法とかのレベルアップしたりとか、その装備というか、こう絆の記憶って言われるもののレベルアップをするためにちょっと地下洞窟に潜ってました。ちょっと強くなったんで、そのまま加味して、またレベルアップ、この個人の、台とか仲間のレベルアップをしていきたいなと思います。はい、ちょっと旅の絆つけようかな。何つけようかな。大ちゃんまあ、経験値のやつは引き続きつけておきつつの、開発、ちょっと待てよ、攻撃力12アップ、ちょっと待って、攻撃力アップしてもいいけど、ちょっとなんか死なへんようにしたい、実際あるから、やっぱなんか、ちょいちょいね、さっきのやつ忘れたけど、ラスボスで、ボコられたんですよね。そう、ラスボスに、ラスボスっていうか、私立章の、4か。シリーズ4のボスにボコられたんで、そう。それも加味して、ちょっと、なんていうの、攻撃力アップっていうよりは、どちらかというと防御力とか、防御力とか、なんかその、そう、なんか、体力アップみたいなのをつけていけたらいいんじゃないかなと思って、いるところなんやけど、この涙の力って何なんやろな。ちょっと見ていい？敵からダメージを受けたとき、5% の確率で20秒間徐々に HP が4ずつ回復する。あ、これめちゃめちゃいいやん。何これめちゃめちゃいいやん。めちゃめちゃいいやん。待って、でも絶妙やな。ちょっと待って。待って、次からダメージを受けたときに、どうしようかな。5% の確率で20秒間徐々にダメージを受けたときか。絶妙やな。ボスと戦うときに、回復は大事なんやけど、やめとくか。基礎の HP 高めたいしな。獲得経験値アップもつけときたいよな、できればな。早くレベルアップしたいから、ダイは。ボスの時はこれつけんでもいいかもしれんけど。あとは、獣王の怒りってなんだよな。あ、これもなんかアップするみたいな感じか。ちょっと待ってよ。今何つけてるっけ？攻撃力、これもアップなんや。いや、攻撃力アップ系じゃなくて、やっぱ、大ちゃんは、正義そのものが、これつけようか。あとは、大ちゃんは HP アップ。ヒュンケル。これはもうヒュンケルのあれよな。ヒュンケルを装備してる場合やんな。大は、いや、これ、攻撃力アップ、こっちか。こっちだね。大ちゃん、これつけよう。で、これ、この子持ってないもんな。ポップじゃない。マームか。マームは、まあ、これで、いくか、このままでいくか、まあまあな。まあまあ、大丈夫そうやな。さーてと、ちょっと、この子も、待て。メラゾーマ。まあ、このままでいきますか。とりあえず、これは、このままで、やっていきたいと思います。レベルアップしていって、またボスに。よし、やっていきたいと。おいましょ、ちょっと今連絡来たから連絡返したいけど、とりあえずこれでゴーレムだけ倒しますか。
あと次呼ばれるんじゃん、ミスターで。まあいいか。とりあえず。あれ弱っ。ちょっと待って、俺がレベルアップしたからかな。はい。さっきだいぶ敵と戦ったからね。ゴーレムどこにいんの？これ。これの箱も倒しとく。これ。ゴーレム。いいぞ。あれ？どういうこと？入り口戻ったもしかして。全然進んでないや。ちょっと待って。左。右、左、ん？あ、いるな。カイハザン。オッケーオッケーオッケー。おおおお。とっ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 と。こいつは打撃やとは微妙なんやな。おっと。オッケーオッケー、いいぞいいぞいいぞ。オッケー倒しました。んでゴーレム倒したい。お、あれじゃない、ゴーレムって。おおおおおお、西大タックルだ。打撃型も効きづらいんじゃない。はい。オッケーオッケー。あ、とりあえずこれ使って。ライデインからの。まあ大丈夫か。おっとっと、日大タックルがすごい。そして一回外して、ちょ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 、ゴー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 、一回いくと。オッケー、ラインゲイン。マーム大丈夫か。ちょっとマームやられてるやん。マームやられちゃったやん。オッケー、危ないね。ね、まあ、一回使うか。ちょっと待って。 OK、 大交代しよう。回復だけしたから。ゴーレムにやられると思わんかったな。まあ一応推奨レベルギリギリやからな。離れるか。あ、でもまあ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 、あともう1日ぐらいでやられるから。はい、倒した。あ、メトロソルみたいな。気づかなかったって。メトロソルみたいな。せっかくレベルアップのために来たのに。まあ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 、ちょっとまあ倒しましたよ。オッケー。で次のあれも行くか。何だっけ。あ、第2章の洞窟も見とく
か、一応推奨レベル低そうやけど、まあ、一応倒しますか。よし、倒しましょう。ちょっと連絡も、よしよし、全ての敵を倒そう。まあまあそんな、今回レベル4やから推奨が、まあ、すぐ倒せるとは思うけど、ちょっと待って、よいしょ。さっきメタルスライム倒したかったな。うん、多分これお金やんな。とりあえず先進みますか。まあ先進みましょう。届かんねんな、俺な。まあちょっとガツガツいくか。よしよし、いいぞ。ここら辺もお金ゲットしつつ、おっとっと、なんか増えてきた、増えてきた。よし、デインも出しつつ、デイン便利やな。まあ、全ての敵倒していきますか。どっちやったっけ、コメちゃん案内して。うん、あ、こっちやんな。ちょ、マジ俺分からんくなって。オッケーオッケーオッケー。オッケー、さすがにめちゃめちゃ食らうな、あっち側に。さすがにレベルだいぶアップしたからな。オッケー、アバンスパーク、大炎スパーク。で倒すんじゃない？ん？あ、まだいるやん、まだいる？まだいるな。ここに、あ、こんなとこにいた。ん？メタルスライム？メタルスライムがいたんや。ありがたい。よしよし、レベルアップしたぞ。オッケー、ありがてえ。お、レベルアップしたよ、レベルアップしたよ。いいよいいよいいよ。絆の記憶ロックも開いたし、だいぶ強くなりましたよ。よし、こういう感じでどんどん進めていきますか。次も行きますか。これもね、レベルアップしてマジボス倒したいんで。何がこれ揃ってたの。あー、マームが出たんや。マームの旅の記録が解除されました。はい、セットできます。これでもっと強くなります。台形が多いな。ちょっと待ってよ。どうしようかな。本当は CT 延長、台形が多いから、マームが使えるやつ、マームに向いてるやつ。 HP 吸収 2% ということ、攻撃で与えて 2%。 シュンケルが装備中か。味方にマームがいるときやから微妙やな。ちょっと待ってよ、どれつけようか。じゃあ HP アップもつけてるし、マーム、まあこれにしようか。最大 HP アップ。お、ポップもポップン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 もつけれるやん。よし、こうやって強くしていくってことね。ポップンモックンは大出て、この出てくる。あー、そっか。必殺技使用した時に最大 10% の HP を回復するもあるんや。え、めっちゃいいやん。まあでもこっちも熱いんやな。
必殺扱った時のこれも熱いけど、こっちも熱いな。絶妙やな。まあええか、とりあえずなんかつけるか。何つけようかな。攻撃力、魔法力アップしたいねんけどな。どれつけよう。本当は強いつけた方がいいねんけどな。ポップン、ポップンは勇者とは、これにしようか。ポップのこれで、じゃあちょっと一回やっていきますか。まあ、ちょっとずつねレベルアップして、またスライム出したいね。よしよし、オッケーオッケー、倒して、とりあえず倒していこうか、一人ね。おーおーおー、すごいすごい。おーおーおお、すごいね。おーおお、おーおーおおお、重列注射。時間内に全ての敵を倒すと、めちゃめちゃモンスター出てくるやん。オッケーオッケー、まだ出てくる？ん？あれ？おお。さっき、うんうん、そっちか。さすがにやっぱレベルアップしてるからね、強いね。重たいもの持った後に軽いもの持つとめっちゃ軽く感じるみたいな。そう、そんな感じよね。高速道路でめちゃくちゃ速い。走った後に普通のとこ走るとなんか速いままの感覚で、感覚がおかしくなるみたいな。 OK、 大ちゃんレベルアップした。よしよしよし、OK、 じゃあこれは消えて、シャトーはどこが余ってんねや。ちょっと待ってよ。第4章、第4章もうやりたいとこやけど、ちょっと待ってな。記憶の神殿で持ってるやつをパワーアップさせたいやけど、持ってるやつパワーアップさせていい。ちょっと待って、何やったっけ。絆の記憶か。これとパープできるような持ってるやつ。ちょっと待って、ダイが持ってるのどれ。これか、ダイのこれはレベルアップさせて、うん、ちょっとボスと戦うから、一回ボス用にダイのパワーアップしておきたいっす。できればこれぐらいか。よし、ちょっともう一回挑みますか。これってなんか見た気がする。ヒュンケルの助けにより無事に火山の噴火から逃げられたダイたちはバダックと合流することに成功する。見てなかったっけ。一行は当初の目的であるレオナ姫捜索のため、バダックの提案で神殿の地下倉庫の信号弾を打ち上げてみる。あれ、なんかこれ見た気がするぞ。新しい技を試そうとしたダイにより信号弾が暴発する騒動もあったが、なんとか無事にパプニカの三賢者エイミーがダイたちを迎えに来る。はいはい。気球に乗ってきたエイミー曰く、レオナはまだ生きており、バルジの島を拠点に反撃の機会を伺っていたという。やっとレオナに会える。
早く会いたいと安心と焦燥が入り混じる隊。一方バルジの島のレオナたちには魔王軍の魔の手が忍び寄っていた。これあれね、攻撃受けてるみたいな感じじゃなかったっけ。最後の人頑張りをしましょう。あれ負けたからもう一回最初からってこと。勇者が助けに来てくれるわよ。いつも話されている少年のことですね。確かダイ。しかし本当に来るのでしょうか。そんな少年が来ると信じよう。少なくとも姫様は信じておられる。姫様が信じるならば、信じる力大事だからね。信じるのだ。悪いな、その期待は空振りだ。勇者たちご一行は溶岩の底に沈んだぜ。誰？氷炎将軍フレイザー。あ、そう、フレイザー出たよね。やっぱそう、そうやな。これあれか、スキップしたらそのまま戦うってことなのかな。魔王軍か。おれ。もうちょっとだけ、ちょっと思い出してきたらやめますか。やめるというかスキップするか。一人は凍らされた。あいつは熱と霊気の両方を操るのか。おい、よくよく書いてあって強いよな。凍らしてパンチ、護衛兵、護衛的に吹雪の急激な温度差がよろよろもろくしてしまったんだ。温度差でもろくするんや。ちったー、冴えてる奴がいるみてえだな。私はパブニカ三賢者の一人、アポロ。アポロ、同じくマリン。マリン、命に変えても姫様をお守りする。ちょっと飛ばすか。マリン、奴の炎の体をシャドで攻撃してくれ。ん、飛ばしましょう。飛ばして戦いますか。あれ？どういうこと？あれ？どういうこと？あれ？なんで？なんでそこで先進まれへんの？ちょっと待って。見たよな？見て。ネクストバルージの村。これ何？何が起こってた？これ第4章やん。第4章でバルジの島、バルジの島、まあ今とりあえず行くか。まあここか。まあとりあえず行くか。第19レベルあるからね。まだこのままで行くか。このままで行こう。よし、このままで。今度こそ、さっき負けたからフレイザーでてけ。なんか俺今あれか、やっぱ同じのを教えたよな。同じ映像を見てたんや。オッケーオッケーオッケー。だから飛ばしてよかったね。そうそう、こいつこいつ。惨敗やったから。さすがにレベルアップしようということ。どんな感じの敵やったっけ。おいおいおい。ちょっと待って。ちょっと待って。危ない危ないよ。ただじゃ済まないだと。おい、おっと。の俺に手出しができるもんならやってみせる。ヒュンケルの仇も打たせてもらうぞ。寝言抜かしてんじゃねえ、このクソガキが。燃えろ。いいぞ。オッケーオッケー。いいでしょ。いいぞいいぞいいぞ。よしよしよし、コンボコンボ。おっと、ミスった。オッケーオッケーオッケー。いいぞいいぞ、今のところ順調順調。お、
メラゾーマか。ああ、さっきここに来たな。危な、炎すごい。ちょっと待って。おいおい、大丈夫か。おい、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、もう痒くないよ。悪くねえ、気に入った、面白い手品を見せてやるぜ。おっと、危ない。危ない。待って、大丈夫か。オッケー、ちょっと待って、ここで決めろ、当たれ、ギリギリや。オッケー、当たった、ラッキー。あっ、危な、ちょっとマジでギリギリやって。レベルアップしてからだったら勝てんかったやん。やはりそうだ、今までの軍団長との戦いで、いやこのガキの戦闘能力は信じられないから。危ねえよマジで。じゃあマジでポップとか来てくれよ、マームとか。てめえの方がはるかにでっかい獲物だってな。その首俺がもらうぜ。みんな伏せろ。上演爆火弾。ここで、あのあれか、ヒュンケルが助けてくれたみたいな。これくらいで負けるもんか。お前はもう負けだよ。今のな、攻撃技であると同時に俺の部下たちへの合図でもあったのさ。地獄のバトルを始めるためのな。おお、どんなバトル？フレイ、ブリザード。さあ、楽
しいショータイムの始まりだぜ。フレイザードの、まあ、父親みたいな感じか。これこそ我が氷炎魔団の腐敗を支える究極の戦法。もはやてめえらには全く打つ手はねえ。なすすべなくのた打ち回りながら。レベルアップバージョンとまだフレイザーと戦うってこと。ちょっと床を揺らしたぐらいでなんで俺たちを制できんだよ。すごいいいよやな。じゃあ試してみな。おお、泣いて謝っても許してやんねえからな。キラッ。ん？あれ？なんだ？どうなってんだ？呪文無効化推奨。キラが出ねえぞ。呪文を封じられてんのか？ルールがまだ分かってねえみてえだな。鋼鉄やろ。え？なんで？セコ？ファイヤーパンチ。フレイザードの野郎、急に強くなりやがった。違うんだよ。俺が強くなったんじゃねえんだよ。じゃあ、なんだ。え？てめえらが弱くなったんだよ。弱くするアクセサリー。あのエンマ刀と、あの氷魔刀が俺の体のコアに作用して、この辺り一帯に強力な結界陣を張っている。格闘技とかの試合とかで使ったらめちゃめちゃ強いんじゃん。この結界陣 K1 とかライジンとかブレイキングダウンとか。俺以外のやつは呪文を封じられ力を発揮できない。条件付きの強さ。こいつの戦闘力は今何の人間以下なんだ。やば。やっとルールが乗り込めた。確かに人は環境で強くなるからね。水ポケモンはやっぱ水で強いし、このポケモンは炎の中で強いし。いやでも大たちも3対1とか4対1とかやってるわけよ。それ人のこと言えんぐらい勝つのが好きなんだよ。まあ勝ちたいよな。殴らせた。くせー。まあ打てないよな。ダメだ、魔弾丸も作動しない。エイミさん、お姉さんたちは無事ですか？まだ生きているわ。でもホイにも使えないのよ。このままじゃ姉さんもアポロもみんな死んでしまう。やばい、早く倒さなあかんやん。ダイ、逃げるのよ。生き残った人だけなんとか救って気球船で結界の外に逃げるの。それしか手はないわ。何言うんだよ、まあ、逃げるが勝ちと言うしな。あんな卑怯な奴に負けたくない。死ななければ負けじゃないわ。でもこのままじゃ本当に全滅よ。選ばせてやる。結果以外に行けば相手の技は使えないわけもんな。その弱くなるっていうのはなくなるわけもんな。まあ、結果以外に逃げるっていうのはまあありやんな。俺は逃げない。何？せっかく結界を張ったのに逃げられちゃ元も子もねえ。絶対に逃げようなんて気が起こらねえようにしてやるぜ。確かにこの状態で逃げられへんわな。いやー、戦って勝ちたいね。だから次もう一回ブレイザーでてっけと戦うのかな。が嫌なら戦場に出てくるんじゃねえ。もうかっこいい、いいこと言うよな。なんか名言やな。あ、なんかゲットした。飛ばしちゃった。
ちミスったって。ちょいちょいそういうのあるよな。お、これは見るだけ。これは出てきたけど、とりあえずこれ見なかんのか。見ますか、じゃあこれ。恐怖のなんとか法。どうだい、気に入ってくれたかな。パプニカの王女の氷漬けは。ぬか漬けみたいな感じでください。心配はいらねえよ、ちゃんと生きているんだからな。こいつは伝説の禁呪法で凍りつかせたものだ。どんな力でも砕けねえし、どんな呪文でも解かせねえ。じゃあどうすりゃいいか分かるか。俺を倒すんだよ。俺の命を絶てば。そうなんや。逆に言うと答え分かってるから対策練れる。お姫様を見捨ててとっととずらがるなんて、そんなことできねえだろ。勇者はつれえよな。煽り体勢強いな。煽り力アップしてる。この調子で俺に殺されにくい。ポップ、エイミさんと協力してみんなを気球船に。逃げんのかよ。このままじゃ何もできずに全滅よ。一旦脱出してチャンスを見つけるの。おお、こりゃすげえや。まだこんな力が出せるとはな。この結界の中では敵の戦闘力は5分の1に激減する。5分の1か。戦闘ならこの5倍の威力があるわけだ。おっかねえな。いや、頭いいな。ブレイザーズはここじゃどうあがいても致命傷にはならんぜ。脱出しましょう。バカ言うなよ。レオナがあんな風にされちゃったんだぞ。そうやな。あなたが生きている限り、やつは姫を殺さないわ。一旦脱出して対策を。嫌だ。俺は最後まで戦うぞ。いやー、おそういうこと。何の真似だよ。おい、逃げるってことか。いやいや、もう賢明な判断や。マム、急げ。ふざけるな。逃がすか。やるぞ、オーマン。これならどうよ。今の爆発、何だったんだ。確かに。マダンガンの弾、ギラの詰まった弾を投げつけたの。フレイザードのメラゾーマでうまく誘爆したわ。北を目指して。入り組んだ海岸があるから隠れやすい。なるほど。で、これで多分左右の塔を壊して、この5倍弱くなる結界をなくすんや。すっごっ、クッキーみたいな。コアラのマーチ。いつも危なくなると逃げてって気になっちゃうけど、今回ばっかしはそうじゃなかったぜ。姫様、なんとか助けてあげたかったけどよ。ごめんなさい。でもあんたがアーシトランだったら今頃。いや、そうやな、誰かがやらんといかんというか。みんなあれを見て。誰かがこう嫌な思いするってのあるよな。会社とかにも誰かが怒らんといかんかったりとか、誰かが注意したりとかして嫌われ役ってのは感じたりとかあるから。やだい、みんな結界を抜けたから。お、いいね、いいね。よかったよかった。にしてもよ、数が多すぎるぜ。すっごいい。ミトコンドリアどうすんの。岸まで持たせて。どうなんのこれ。誰？
なんかダニーみたいな魂だけど、誰あれ。でこっちに移動して、ほう、また読むってこと。大魔導士マトリフ。フレイザードの戦いから撤退した第一行は、追手のフレイム、ブリザードの攻撃により気球が破損し窮地に陥ってしまう。しかし謎の人物によって放たれた魔法によりフレイムたちは倒され、難を逃れた気球はバルジの島の対岸に不時着する。もうよかったね。でも助けてくれた謎の人物を追うと、その正体はマームの知り合い、元勇者のパーティーの大魔導士マトリフであった。ほら見せてるやん。氷漬けにされたレオナの救出のため大魔導士マトリフの知恵を借りようとする一行だったが、マトリフはパプニカ王国の神下たちから嫌がらせを受けた過去を理由に協力を拒否する。しかし目を覚ましたダイが必死に説得する姿に、かつてのアバンを感じたマトリフ。かつての仲間であるアバンの死を知ったこともあり、それに報いようとするダイたちへ協力することを決める。熱意を伝わるから。事情を聞いたマトリフはレオナ救出のためには氷炎結界呪法を破る必要があり、そのためにも閻魔塔と氷魔塔を破壊するしかないと話す。言ってたもんね、さっき。では自分が爆弾を用意しようと、バダックはマトリフの住処にあった素材を使用し強力な爆弾を作成し始める。それを見ていたポップは、そんなものがなくても自分の呪文で吹っ飛ばしてやると軽口を叩いてしまう。その軽薄な様子を見たマトリフは、このままでは死ぬだろうから鍛えてやると告げ、ルーラでポップを連れ出し塔の破壊に向かうまでの間、無謀とも思える危険な修行をポップに課し始めたのだった。息最後の何、パドラー様、ギドマ、なんと総攻撃をかける。奴らは次の攻撃で間違いなく閻魔塔と氷魔塔の破壊を狙ってくるはずだ。その時奴らの戦力は分断され、そこへ残る全軍団を集中させ、一気に大たちを始末する。まあまあ、そういうタイミング大事やからね。しかし、あの手柄にうるさいフレイザードが納得しますかな。あいつは伝説の禁呪法によるこの俺が生み出したモンスター。そうなんや。いわば我が子も同然だ。親には逆らうまい。面白い。ようやく我が潮流軍団にも出番が回ってきたというわけだ。待て、バラン。お前には別にやってもらいたいことがある。実は、ミストバーンの担当しているカール王国が、なかなかの手だれ揃いで手こずっておるのだ。お前には、早急にカールを落としてもらいたい。たった今残る全軍団と言われたはず。それに各戦線の進行よりも勇者打倒が優先なればこその六大軍団長集結ではなかったのか。それともその大とかいう小僧と私が出会ってはまずい理由でもあるのかね。お前が何と言おうがこの命令に変更はない。まあよいよい。ここは魔軍司令殿の顔を立てておこう。カール王国へ向かう。ハドラー様がこうまで別格扱いされるバランとは。バランなんだよな。バラン仲間に寝るせいくの人間っぽいから。バランでもカールだけは早々落とせんはず。その間に何としても。ダイを始末せねば。ほう。ダイ、いくらなんでも無茶よ。もうやめましょう。まだ傷も癒えてないんだし。平気だよ。ポップが頑張っているのに休んでなんかいられない。何かもしれんの。あれ見えられたっけ。この特訓をやっておけばフレイザードと戦うときに有利になるってマトリフさんが言ってたしね。フレイザードだけは絶対に許せない。やっとレオナに会えたと思ったのに、奴は俺が倒す。
そして必ずレオナを取り戻してみせる。こんなに熱くなってるダイを初めて見るわ。ダイにとってレオナ姫って本当に大事な人なのね。そういうことやな。わかったわ、行くわよ。もうダメだ。情けねえやつだ。丸一日付き合ってその程度しか魔法力が上がらねえのか。若えくせに100歳近い俺にかなわねえなんて恥を知れ恥を。まあ今日はこの辺で勘弁してやるか。じゃあ俺は一足先にパプニカに帰るから、おめえも自分のルーラーで戻ってきな。そんなことできるわけないじゃないか。簡単さ、さっき水中から川岸まで魔法力を放出して飛べたろ。あれで目的地の明確なイメージ化さえできればルーラーなんて楽勝でできる。そういう理論なの。でも川から川岸とここからパプニカじゃ距離が違うぜ。それにルーラーなんて覚えたって戦いの役には立たないじゃんか。生意気抜かすな。魔法使いの魔法ってのはな、仲間を守るためのものなんだ。無数の呪文と知識を抱え皆の危機を払うのが魔法使いの役目だ。かっこいい。そしてさらしてる。ルーラーを使えていたら炎上する気球船からたやすく仲間を救えたことがわからんのか。この程度の課題をクリアできないようじゃ足でまといも同然だ。どうせ今回の戦いに加わっても死ぬだけだろう。その通りな。この魔の森をずっとうろうろしてるんだな。いいや、オリアン。ボス級な、オリアン。バカ野郎。まあ悔しいなら強くなるしかないよな。かなり当たるようになってきたじゃねえか。マトリフさん。見えないものを切れるようになった時、お前の剣の威力は3倍にも5倍にもなる。まあ、頑張りや。あら、ポップ。ええ、もう死んでるかもな。え？あのガキとんでもねえ甘ったれだぜ。追い詰められなきゃ絶対に努力しやがらない。だからこの世の果てに放り出してきてやったんだ。まあアバンっていうのも優しすぎる男だったからな。ああいう甘えん坊はうまく育てられんのさ。あいつには俺の厳しさが必要なんだよ。優しいな。厳しさも優しさやが。アバンの人のガキども、てめえらいつまでこそこそ逃げ回ってやがんだよ。まさかおめえら、お姫様が凍らされたままいつまでも無事だとか思ってるんじゃねえだろうな。残念だが、この氷の中でどんどん生命力は失われてんだぜ。姫様の命は明日の日没までだ。早く来いよ、早くな。レオナが死ぬ、そんなことさせるもんか。なるほど、いいよ、ゲットしたね。ありがとうございます。よっしゃ、ちょっと次のゲームやったら一回ちょっと休憩しというか、次やることあるからそっち進めようかな。エンマとの戦い、また台しか使われへんやん。ちょっとなんか台しか使えんこと多いな。ちょっと台以外も使いたいんやけどな。全力で行くぞ。ちょっとこれ他に使えないといけ。イオ、イオは300、イオは300やから、メラと入れ替えるか。メラと入れ替えて、ミラとイオを入れ替えて、イオをレベルアップさせたいね。イオをレベルアップさせたい。違う、そうじゃなくて、本読みたいんじゃなくて、記憶の神殿行って、そなたら、絆の記憶ではなく、まあ、絆の記憶も、レベルアップできるんやったらしときたいけど、特技か、特技のイオアップしとくか。 OK、 ナイス、いいぞ。うん、イオもレベルアップした上で、あ、普通に他の仲間の
もうレベルアップできるのがあればしときたいけど大丈夫そうやね。で、まあやっていきますか。旅の記憶も、まあ大丈夫。何これ。ああ、これあれか。とりあえず、なんでこれなんか、注意マーク出てんやろ。どういうことやろ。ああ、間違えてしちゃった。まあいいや。ちょっと、何回か俺、押し間違えるな。まあ、とりあえず進めますか。戦うんやと思うけど、誰と戦うんやろな。うん。明日の日没までにフレイザードを倒さなければ、レオナ姫は禁呪法の氷に生命力を奪われ死んでしまう。フレイザードからの最終通告を受けた第一行はその日の夜に救出作戦を決行すること。島へはマトリフが小舟を魔法で飛ばして渡ることになったが、その小舟の定員は最大でも4人。ダイ、マーン、バダックが乗ることに決まり、最後の一人を選ぼうとしたとき、ルーラを習得したポップが現れる。おお、習得したんや。見事に成長した姿を見たマトリフは、ポップを4人目の乗員に選出。ちゃっかり乗り込んだゴメちゃんも加え、ついにバルジの島へ出発。ゴメちゃんも道案内でね。島の岸へ到着後、ダイとバダックはエンマ島、ポップとマームは氷魔島の破壊へ、それぞれ分かれて向かうことに。結界消失後にバルジの塔で合流することを確認し、それぞれの戦いへと向かったのだった。やはりおるな、見張りの連中が。おっぱらじゃーアバン流刀散歩開破山。いいね。笑いながら逃げてるやん。余裕あるやん。いやいや、こいつの出番じゃな。俺たちがこの塔を砕き、ポップたちが氷魔塔を砕けば、フレイザードの結界は消えてなくなるんだ。必ず助けるぞ、レオナ。行くぞ。危ない。ん？あ、敵が総動員に来るみたいに言ったもんな。塔は壊れてない。邪魔をしよったのは。おお、なんじゃこいつら。あっちにも。これまでのモンスターと違う。まさか罠。あ、こっちにはこっちのメンバーがいるんや。わしは魔王軍の妖魔師団長ザボエラ。こやつは前軍団長ミストバーン。貴様らが二手に分かれて塔を破壊しに来ることは分かっておった。目障りな貴様らをこの機に乗じて一気に始末しようというわけじゃよ。じゃあポップたちも。いかに勇者といえども、これだけの数では手の打ちようもあるまい。魔王軍の恐ろしさを思い知りながら。いや、いいね、この憎らしさが、倒しがいがある。いやいや、バラクさん、なるべく魔法使いと戦うんだ。呪文さえ気をつければこいつらの力は弱い。わかった。これじゃいくらなんでも多勢に無勢だ。よし、アーバーン。うわ、幽霊みたいにふわふわしてるくせにものすごいパワーだ。何者だあいつ。これでこいつと戦うってこと。そういうこと。どういう状況。思ったよりおらんやん。いや、今回も一人か。一人の時負ける確率高いんやんな。前回もギリギリやったからな。まあ、とりあえずこれクリアしたら一回休憩に入ります。敵を50体倒そう。いくら何でも多勢に無勢だ。わしの名はヨーマス教ザボエラ。
われな話どもが蜘蛛の巣にかかりに来たわい。おぶらぶらぶら。危ないね。どうしようかや。イオ全然当たらんやん。イオがあんま当たらん。おお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 おちょっと待って、イオ全然当たらんやん。うわちょっと待って、来すぎ来すぎ。ディーン微妙やな。ちょっと待って、やばいって。ちょっと倒したんや。うわ。当てづれえな。メラにすればよかったな。ちょマジいいよ、当たらんやん。オレンジやん。ちょっと待って、サラダの盛りやすさについてくるオレンジやん。ちょっと待って、あっぷな。これで最後だ。見つけた。いやー、ライデン、
オッケー。ちょっとこずったけど一旦倒したよ。もうじったよね。これはめちゃめちゃ難しいわけじゃなかったな。トーマックグッズショー、バカな、これはヒュンケルの技だったはず。ヒュンケルの剣の技はアバンから伝授されたものじゃが、暗黒闘気を操る技はミストバーンに習ったものなのじゃ。いわばこの技はミストバーンが本家本元なんじゃよ。動けない。ダイッ、そうは問屋がおろさんぞ、このクソジジイめが。黙れ妖怪ジジイに、クソジジイおまわりされる筋合いはないわい。お前みたいなヨボヨボがうろついているのも目障りじゃ。わしの死の言葉で永遠の眠りにすればいい。ザラキ、うわー、なんじゃこの不気味な声は。それはメイドからお前を誘う死の言葉よ。その声に負けた時、お前の命は尽きるのだ。いやー、ザラキってなんかゲームやと弱い敵は一発で死ぬみたいな感じやんな。オッケー、第20レベルにアップしたね。よいしょ、表現結界情報ここで出て、オッケー。ちょっと一回やめて、またちょっと次回やりましょうかね。よし。魔王軍のモンスターが続々とハルジの塔に集まってきている。どうやら合流しているようだ。合流する前に倒しましょうみたいな感じか。後でこれレベルアップするけど、とりあえず一旦ここでセーブ、間違えた。セーブして、一回やめます。じゃあ後で追加コンテンツ受け取れるかどうか確かめてみようかな。ということで、いいねいいね、絶好調、今日も最高、愛してるよ、おしゃべりバーの翔平でした。バイバイ、おしゃべりよ。また次回やっていきます。